小田急電鉄小田急電鉄の鉄道車両1927年に合計30両の旅客車両で新宿から小田原まで一挙に開業した小田原急行鉄道は当初は旅客数は少なく経営的には厳しい状態が続いていた戦時体制になってからは旅客数も上向きとなり終戦後に 小田急電鉄として新発足してからは新宿から小田原までの速達化を目指して様々な新技術を試みた。これらの成果は新宿から箱根に向かう特急ロマンスカーの車両に反映された。その一方で通勤輸送においては経済性を重視する傾向が顕著になった。こうした小田急電鉄の鉄道車両の歴史及び特徴について記述する。 本校では便宜上、以下のような表記を使用する。開業当時に用意された、長距離列車用の101系電車、小田急市場唯一の木造電車 51K601、系制御車1927年4月1日に、小田原線が開業した当時に用意された車両は、統合車と呼ばれる、長距離列車用の101型が12両、お都合車と呼ばれる、 短距離列車用の1型が18両という内容で、いずれも当時としては、近代的な車両であった。同年10月の全線伏線化開業時には、交号車として 121K、131型が、各3両ずつと151型が5両増備され、で荷物輸送用に、荷物電車が4両導入されたほか、この時に開始された、貨物輸送のために、 電気機関車が2両導入された。しかし、旅客、貨物とも、輸送実績は低調であった。1929年4月1日に、江ノ島線が開業した際には、2 0 1系5 0 1系551型が、合計35両増備された。この5 0 1系551型は小田急では、初の制御車であった。 しかし、下記の海水浴客輸送の時こそ全車両をフル稼働させていたものの、平常時の輸送実績は低調なままであり、ほとんどの列車は1両か2両で足りているありさまであった。過大な初期投資に加えて、昭和初期の不況、さらに乱脈経営がたたり、厳しい経営状態を余儀なくされた小田急にとって、 救いとなったのは1929年11月14日から開始された砂利輸送であった。東京へ直結するという線形が注目され、1930年には砂利輸送用の無害貨車の大量増備を迫られるほどになった。1931年には砂利輸送専用の運行時刻が設定され、1936年には小港鉄道と鹿島三宮鉄道から 余剰の無害貨車を購入して賄うほどの盛況となった。1930年代後半になると沿線に軍の施設ができたこともあり、旅客輸送量は上向きとなってくる。しかし、まだ新車を導入するほどの余裕はなかったため、国鉄から木造電車の払い下げを受け、51型として運用を開始したが、 これは創業以来、小田急の歴史上で唯一の木造電車であった。また、収容力を増大するためにクロスシートを装備した車両のロングシートかなども言っていたが、車両不足は解消されなかったことから、国鉄から木造客車の払い下げを受け、その大枠を利用して601形成魚車の導入を行った。その後も、輸送需要の増加は続き、業績も、 回復傾向にあったことから、1941年には2 0 1系以来12年ぶりに新型車両重量を導入することになった。この新車は当時の最新技術を導入することになり、形式も線型として設計、発注が行われた。しかし、1942年には東京急行電鉄に合併となったことから、 実際に原車が登場した時点では1600型となっていた。1600型は、寸法的にはそれまでの車両とはほとんど変わらなかったが、窓の大きく軽快な車体スタイルと、波数比を小さくした上で高速域まで自動的に進む段するという当時としては高性能な電車で、沿線の鉄道ファンからも好評を博したと伝えられている。戦争中は、 大きな被害はなかったものの、終戦近くになってに、井の頭線の英福長車庫が空襲により、壊滅的な被害を受け、急遽応援の車両を回すことを余儀なくされたことや、当時東急に経営が委託されていた、相模鉄道厚木線へ車両を融通したことから、苦しい状態が続いた。終戦直前の1945年6月には、電力節約や、 車両保護を目的として並列のチの使用禁止という事態になり、新宿と小田原の間に2時間半も要するありさまであった。一方で、東海道本線が空襲の影響で普通になった際には、国鉄の車両も使用して代替ルートとして機能させていた。1800系電車終戦直後には、沿線施設の日本軍関係者の撤収のために、 一般旅客の利用を停止した上で、国鉄の車両も使用した輸送を行っている。車両の状況は、この時期が最悪で、電動車でありながら、主電動機のない車両などが続出し、90両ほどあった車両のうち、わずか28両しか使用できない状態になっていたこともあった。1946年に、 運輸省から模六63型20両の割り当てを受けられることになり、東急では車両規格の面から小田原線、江ノ島線と厚木線に千8 0 0型として運用されることとなった。同じように模六63型が割り当てられた他社同様、それまでの小田急の車両よりも大きい車両ではあったが、前述の通りに国鉄車両の入線実績があり、 あまり問題はなかったという。1948年、東京急行電鉄から分離発足した小田急電鉄では、分離発足後すぐに新車の製造を計画し、電動車10両と付随車5両を1900型として登場させた。このうち6両は特急車両としてに、扉クロスシート車として製造され、 1949年により運行を開始した。この後しばらくは1650系の制御車や1900系の製造が続いたが、この時期に経済性を重視した MT 同数編成という基本姿勢が確立されている。1700系、電車1950年には箱根登山鉄道線への乗り入れを開始、翌1951年には、 初の特急専用車として1700型が登場した。この車両は好評を博し、箱根登山鉄道線への乗り入れもあって、特急利用者は急増することになる。なお、この頃に共同工場の作業用として、デット1型が製作され、1954年に車席登録されている。1955年から、 五天場線への直通運転を開始することになったが、当時の五天場線は、非電化であったため、小田急では、乗り入れ用機動車として、キハ5000型を登場させた。一方、この時期には車内に輸送改善委員会が設置された。これは戦争で疲弊した、輸送施設の復旧と改善を主眼としていたが、同時に、新宿と小田原を60分で結ぶという将来。 目標が設定されていた。しかし、当時の小田急の経営基盤はまだ脆弱で、スピードアップのために施設全般への多額の投資は不可能であった。また、戦後に運輸省から割り当てられた1800型などは輸送力こそ優れていたものの、保守部門からは軌道を破壊する車両として敬遠されていた。そこで、軌道や変電所などの投資を極力抑えつつ、 車両の高速性能を向上するという方針が立てられ、軽量、高性能な車両の開発が進められ、台車バネ下重量の軽減を目指して、研究や試験などを繰り返していた。1954年にまず車体や台車の軽量化を図った2100型が登場し、同年には初のカルダン駆動車となる2200型が登場した。この頃には、 国鉄技術研究所の協力も得て、画期的な軽量高性能を新特急車の設計が進められていたが、特急利用者の増加は著しく、さらなる増発が要望されたため、2200系の走行機器をそのまま使用した暫定的な特急車両として2300型を登場させた。3000KSE 車庫の画期的な軽量高性能新特急車は、 1957年に3000イケー E として登場したが、小田急線内での高速試験では、時速 127km の速度を記録し、7月から営業運転するや、いなや、連日満席という大人気車両となった。さらに、8月に入線した編成はすぐに営業運転には入らずに、各種走行試験を行い、同年9月には、 東海道本線へ場所を移して、高速試験を行い、9月27日には、三島駅から沼津駅までの区間で、当時の狂気世界最高速度である時速 145km を記録した。また、この車両を契機として、鉄道友の会にブルーリボン賞の制度が設けられ、SE 社は、第1回の受賞車両となった。2400系電車この頃から、 通勤客の増加が著しかったため、通勤車両の増備をそれまで以上のペースで行う必要が生じた。しかし、全社電動車方式は確かに高性能ではあるものの、製作費や保守費用などはそれほど低くならないことが判明したため、1959年にはそれまでの車両と比較して、経済性の高い車両として2400型を登場させた。 この車両は、ハイエコノミカルカーの頭文字を取って、HE 車と呼ばれ、電動車の全長を19メートルに伸ばし、機器を集中的に配置することで、粘着重量を稼ぐ一方で、制御車の全長を16メートル弱に縮めることで、MT 動数ながら2200系並みの性能と、変成長を実現した。その後も通勤輸送量は増加の一途をたどり、 1961年に6両編成の運行を開始したもののたちまち飽和する状況となった。1963年から朝ラッシュ時には平行ダイヤが導入されたが、さらに抜本的な輸送体系を立てることとし、近郊区間は大型6両編成、長距離列車は大型8両編成に増強することになった。これを受けて、1964年に、 電力改正ブレーキを装備し、車体を大型化した、通勤車両2600型が、ニューハイエコノミカルカーの頭文字を取った、熱車として登場した。当初、ホーム延伸工事が終了していなかったために2600型は5両固定編成で運行され、ホーム延伸終了とともに、順次6両固定編成になった。2400型は順次急行などの優等列車に、 転用されたが、湯本急行は、箱根登山鉄道線内の車両限界の関係から、2400型が主力車両となっていった。また、この頃になると改良当初からの小型車両では、通勤輸送には利用できなくなっていたため、旧型車両の伝送品を流用して、車体を2600型と同様の全長20メートルに、大型化した4000型も導入された。 3100系暗瀬社その一方で、1960年に箱根ロープウェイが開業したことにより、箱根への観光客が急増していたため、1963年には全面展望室を設けた特急車両として3100系暗瀬社を導入した。ア暗瀬社の導入に伴い、1963年には特急の所要時間は新宿から小田原まで62分と、 分離発足時の目標であった、新宿から小田原まで60分に、あと一歩というところまで到達した。他方、戦前から続けられた貨物輸送は、1964年に砂利採取が禁止されたことに伴い扱い量が激減。車扱い貨物は、伊勢原での浜田製爆と足柄の日本船売公社の輸送だけとなった。1966年には、 向こう丘遊園モノレール線の開業に伴い、日本ロッキードから試験車を譲り受けて500型として運行開始した。1968年には、御殿場線電化に伴い SE 車を五両連接に短縮して重当することになり、キハ5000型は関東鉄道に売却された。しかし、通勤客の増加予測を完全に見誤ってしまったため、 1969年には急行用の大型車両として5000型を導入して大型8両編成の運行を開始したものの1964年に大改良が完了したばかりの新宿駅は再度1972年から大改良工事を強いられることになってしまった。これ以後、通勤輸送対策は完全に後手に回ってしまうことになる。 この1972年には特急の所要時間は新宿から小田原まで66分にスピードダウンを余儀なくされた。1977年からは急行が大型重量編成の運行を開始、1978年からは準急も地下鉄への相互乗り入れと同時に大型重量編成での運行となったが、この地下鉄直通のために急線型が製造された。 9000型は地下鉄線内で見劣りしないことを目指して、モデルチェンジした車両で、堺自直波制御を採用し、1973年には、ローレル賞を受賞した。1978年からは、大型車の6両固定編成を補うための、車両として5200系の増備が始まった。東海道本線で、走行試験を行う 7000KLSE 車8000。 K. 電車1980年には SE 車が使用されている特急列車を長編成化するために 7000KLSE 車が登場した1982年12月には LSE 車一編成が国鉄に貸し出され東海道本線で走行試験を行った私鉄の車両が国鉄で走行試験を行った事例は 国鉄時代においては SE 車と LSE 車だけである。1981年にはようやく新宿駅の大改良工事が終了したが、この年の7月で1800型は全廃された。また、急行が重量編成化された後も湯本急行は2400系4両編成のままであったが、輸送力確保において問題があったため、 箱根登山鉄道線へ大型車の乗り入れを実現すべく改良工事が行われ、箱根登山鉄道線の改良工事が終了した1982年から、湯本急行は大型6両編成が基本となった。1982年12月には、小田急線内のすべての種別に使用でき、高性能車のすべての形式と連結が可能で、 箱根登山鉄道線への乗り入れも可能な新形式として8000型が登場した。これと入れ替わるように2200系、2220系、2300系、2320型は1982年から廃車が開始され、1984年までに全廃された。また、1984年1月限りで定期貨物輸送は全廃され、 同年3月には小荷物、手荷物輸送も廃止となり、車用品輸送もトラック輸送に変更されたことから、荷物電車が全廃となった。1985年からは、大型車で、唯一の比例棒、吊り掛け駆動車両であった4000型を冷房化、高性能化することになったが、これには高性能車ながら、比例棒の中型車であった2400系の、 電動機を転用することになり、2400K の廃車が開始された。1986年には 2600K の左派2 7 6にを使用して、VVVF インバータ制御の試験が行われたが、この実績をもとに、オダー級では、初のオールステンレス車両である1000型が、VVVF インバータ制御車として登場。百八十八年三月から、 開始された各駅停車8両編成化運用に投入された。1989年には2400型が全廃され、同年中には4000系の冷房、高性能化改造が終了した。この時点で小田急の通勤車両はすべて冷房負の大型車となり、どの形式も相互に連結が可能となった。また、同年から1990年にかけて、 地下鉄直通の車両は9000型から1000型に置き換えられ、9000型は地上線専用車として運用されることになった。1991年3月からは連絡急行として運転されていた朝霧が特急に格上げとなり、合わせて東海旅客鉄道との相互乗り入れという形態に変更されることになった。これに合わせて2万ケース車が登場。 JR 東海からは 371K が小田急線に乗り入れてくることになった。これと引き換えに 3000KSE 社の定期運用は終了し、翌1992年に全廃となった。1000K ワイドドア車両その一方で、輸送力増強のための複々線加工事も父として進んでいなかったため、1991年4月には、 1000系の扉を2メートル幅に拡大したワイドドア車両が運用を開始したほか、編成中間の運転台をなくすことで定員像に当てることを目的とした1000系の重量固定編成が登場した。1992年には各駅停車用に1000系の8両固定編成が投入されている。1995年には各駅停車用に 2000型が当初より8両固定編成で製造された。複々線化工事は2000年代前後には進捗が見られ、通勤輸送の改善効果が見られるようになった。1995年には、それまでとは異なりビジネス客層をターゲットとした特急車両として3万経営グゼ社を導入し、アンセ社はイベント用の一編成を除いて廃車となった。 肥料確用車両については、1996年に、新車搬入用に残されていた、無害管給車、土フ104が、廃車となり、小田急の貨車は全廃となった。また、1996年から1997年に、かけて、本線走行が可能な電気機関車も全廃され、以後の新車搬入は電車による牽引や、自力走行が行われるようになった。 3000系、電車2001年からは、それまでの小田急の通勤車両とは大幅に、車両構造を変更し、一層のコストダウンを、主眼とした通勤型車両として2代目3000型が、登場し、2007年からは、東日本旅客鉄道、e、E233 系の車体構造をベースとした、車両として2代目4000型も、登場。 さらに2020年からは2代目5000型が登場し、通勤車両については、標準使用化が進められ、高度成長期からオイルショック期にかけて製造された2600系、初代4000系、9000系、初代5000型は淘汰されることになった。一方、2005年には観光用の新型特急車として、全面展望室と連接構造を復活させた5万。 KVSE 車が登場。2007年には地下鉄直通用の特急車両として6万 k m ムズ車も登場した。さらに2018年には7万 KGSE 車が登場している。2001年にはモノレール線の廃止に伴い500型も廃車となった。また、2002年には大の工場での入れ替え用に使用されていたデト1とデキ51が 廃車となり、小田急から電気機関車が全廃となった。2012年3月からは、朝霧が、それまでのスシャト371系による、東海旅客鉄道との相互乗り入れという形態から、再び小田急の車両による型乗り入れの形態に戻されることになり、乗り入れ車両については、ムズシャに全面的に置き換えられることになった。これに伴い、同年3月には、 す社の定期運用が終了となったほか、1万系ひせ、社についても、定期運用が終了となった。さらに2018年7月には7000、KLSE 社も、定期運用が終了した。2016年度からは3万系エグゼ社の外観、内装リニューアルが開始され、リニューアル社については、愛称が、エグゼアルファーへと変更された。 2018年3月のダイヤ編成により、本厚木まで JR 東日本の E233 系2000番台が乗り入れることになり、翌年に伊勢原まで延伸し、千代田線からの向こうが丘遊園域などが誕生した。1948年の小田急の分離発足時に取締役県運輸担当として就任した山本里三郎は、戦前に、 国鉄東京鉄道管理局で列車部長という役職についており、車両技術については当時としては先進的な考えを持っていた。小田急の車両の特徴の中には、山本の考え方がそのまま引き継がれているケースも存在する。小田急における固定編成の定義は、山本理三郎の思想が引き継がれているもので、編成でないと営業線上での運行ができない。 こととしており、編成単位で一両の車両と同じように扱っている。1900型が登場した頃は、電動車と付随車で、検査周期が異なっていたにもかかわらず、編成単位で検査しており、検査の際に、編成の中から特定の車両を抜き取った上で代わりの、車両を組み込むようなことはしない。また、設計に際しても、電動発電機や空気や圧縮機の容量は、 編成として考え、点検の利便性や重量配分などを考慮し、付随者に補助機器を搭載している例もある。このような事情から、オダー級では、中長期的に蘇生を崩さず、編成の変更が行われる際には、大掛かりなものとなる。暫定的な編成内容の変更事例としては、以下の事象が挙げられる。 初代4000系の暫定編成変更事例なお、小田急では1969年から大型8両編成の運行を、1977年から大型10両編成の運行を開始していたが、この時には8両固定編成や10両固定編成は登場していなかった。これは、 工述するように分割併合の運用が非常に多く、運用上の制約が大きいと考えられたためである。その後、1991年には編成中の運転台スペースを減らすことで、定員像に当てることを目的として重量固定編成が初めて登場し、1992年には各駅停車用に8両固定編成も登場した。さらに、 各駅停車用の2000型は8両固定編成のみが製造されており、2台目3000系の一部は8両固定編成で製造された。2台目4000型は10両固定編成のみの製造である。小田急が分割併合を相模大野で開始したのは1953年で、新宿寄りの区間と小田原、江ノ島寄りの区間で輸送量に大きな差があったことから、 車両の効率的な運用を行うために開始された。1964年に、急行の8両編成での運行が開始されると、ほとんどの急行は、相模大野で、分割併合を行うようになった。1973年には、相模大野での分割併合の回数は平日で、1日154回に達していた。また、 1991年3月18日のダイヤ改正では、平日に新宿を発車する急行列車115本のうち、分割がない列車は26本だけであった。小田急電鉄 OB の生方義雄は、1988年の辞書の中で、分割併合について、全国でというより世界でもこれだけ、頻繁に行っているところはないと述べている。 このように多くの分割併合が行われていたため、車両側でもその対応が行われた。1974年3月、全面がフラットで解決作業がやりにくかった1800型に対して自動解決装置を設置したのをはじめとして、1975年までに全編成に自動解決装置の設置が行われた。 これにより、分割併合の作業は運転士だけで行うことが可能になった。また、途中で分割する列車において、五条防止のために全編成と後編成に対して、別々の放送を行うことができるように、分割放送装置も全編成に設置された。また、1995年に登場した3万、K、経営グゼ社では、ホロまで含めて自動的に、 解決動作を行う装置が採用された。しかし、1991年度以降に登場した重量固定編成、1992年度以降に登場した八両固定編成では、これらの装置は設置されていない。また、2001年に登場した3000型では、当初より小田原方戦闘車の電気連結器は設置されておらず、2005年以降は、 た形式においても6両固定編成の小田原放線当社の電気連結機の撤去が行われている。なお、その後1990年代後半には、全線を通して十両編成で運行する急行も登場したほか、2008年3月15日には、それまで平日で145回あった、分割併合はわずか6回、土休日に141回あった。 分割併合も5回と分割併合の回数は大幅に減少し2012年のダイヤ改正で特急以外の分割併合は全廃された開業当初の車両においては正面はやや丸みを帯びていた非貫通三枚窓であったがその後の増備車では全面はフラットになった1600型は正面貫通型で全面は 半径 5000mm の緩やかなカーブで、半流線型、貫通扉の脇には、手すりが設置されるというスタイルとなった。戦後の1900型では、標識等も正面上部左右に設置され、ここで、趣味者から、小田急顔とも称されるデザインが確立した。このデザインは、その後製造される車両に適用され、 非関通2枚窓の1700系、第3編成や2200型においても、半径 5000mm の緩やかなカーブは、踏襲されている。2600系以降の車両では、車体幅が拡大されたことにより、半径 6000mm に改められ、9000型や8000系、1000系、2000型では大幅に、全面スタイルが変わっているものの、 正面貫通型で貫通扉の脇にある手すりも引き継がれた。しかし、3000型では正面は霧妻の非貫通となり、これらの伝統からは決別した。4000型は JR 東日本の E233 系の車体構造をベースとした車両であるが、正面のデザインについては VSE 社やムズ社のデザインを担当した実績のある。 岡部の明の監修を受けている。新技術の導入には意欲的であったが、一方で保守的な思想も有している。伝送品開業当初の電車は、いずれも手動診断制御電源を架線から取り込んだ上で抵抗器で高圧した上で制御を行う HL 方式であった。これらは戦後に低圧電源を使用する HB 方式に改良され、 この制御方式を採用している車両については、車内で HB 車として区別されていた。1600型では三菱電機製の ABF 型と呼ばれる自動加速系制御装置を採用し、それまでの小田急の車両と比較して大幅な性能向上を実現した。この制御方式は、その後2100型まで継続して採用された。これらの車両は、車内で ABF 車として区別された。主電動機については、1型が、MB、メガバイトマイナス 64C 型を採用していた。他は、開業当初の車両から1954年の2100型まで、すべての自社発注車両が、MB、メガバイトマイナス 146K シリーズの採用を継続していた点が特筆される。これは、戦前から標準化思想が存在したことを示し、 高年機器流用車両として4000型を製造する際には有利に作用している。カルダン駆動車両となった2200系、2300型でも制御装置や伝送品には三菱電機の製品を採用した。制御装置はアブフム D 型が採用され、改良を加えつつ5000型まで採用が続いた。 9000型では堺地直波制御方式の FCM 型が採用され、8000型でも採用された。VVVF インバータ制御が導入された1000型では、マップ型が採用され、その後も最新型の4000型に至るまで三菱電機製の制御装置の採用が続いている。これに対して特急車両では SE 車で、 東芝製の制御機器が採用されて、以来、制御装置は、東芝製の採用を継続しているが、7万型は、例外的に、三菱電機製である。主電動機については、通勤車両では一貫して三菱電機製の主、電動機を採用しているが、特急車両においては SE、SE 車、アンセ車で、東洋電気製造製の主電動機を採用したほか、LSE 車、非瀬車。 ス社、エグゼ社において三菱電気製と東洋電気製造製の同等品を併用している。VSE 社、ムズ社では三菱電気製の主電動機が採用されている。台社、駆動装置車両技術面で分離発足後の打球が特に注力したのはバネ下重量の軽減であった。折しも1950年代初頭には、 鉄道車両の製造を行うメーカー側のみならず、運輸省、国鉄、日本鉄道技術協会などでは、新しい台車や駆動装置の研究や開発を進めていた。小田急ではそうした、新技術の試験には、積極的に対応しており、小田急に持っていけば、何でも試験してくれるとさえ評された。小田急線内で行われた主な試験の内容は、以下の通りである。 意欲的な新技術の導入に熱心だったことは、小田急のスピードアップに対する意欲が強かったことが影響しており、メーカーが試験を依頼しやすかったと言われている。また、小田急の機間は国鉄と同様の 1067mm であったことから、小田急での実績移管によっては国鉄への売り込みも容易であったためとも推測されている。一方で、 1954年に2200型で、アルストムリンク式軸箱指示装置を装備した台車を、初採用して、以来、通勤車両では長期にわたって、住友金属工業製、アルストムリンク式台車の採用が続いた。機器流用車両の4000型では、東急車両、製造性のパイオニア3型や、端式指示ペデスタル式、特急車両である、SE 車では、 近畿車両船主リーレン式、アンセ社では、民伝ドイツ式が採用されているなど、アルストムリンク式以外の台車を完全に排除していたわけではないが、1988年に登場した、VVVF インバータ制御の線形へ、1991年に登場した五天場線直通用のス車に至るまで、採用が続き、1994年末に入線した、2000型で、 モノリンク式のボルスタレス台車を採用したことで、ようやくアルストムリンク式から決別することになった。オダキュといえば、アルストム、アルストムといえば、オダキュと言われるほどにアルストムリンク式に固執した、理由として、オダキュの軌道状態には適していたことや、保守側の評価が悪くなかった点などが指摘されている。ロマンスカーの5万系 v s e 以降は、 日本車両製造製の積層ゴム軸箱編指示式、ボルスタレス台車、通勤用の三千系以降は東急車両、製造製の軸量式、軸箱指示方式ボルスタレス台車に切り替えられている。また、二千四百系11車、二千六百系ネ車、三千0 0系アンセ車、五千型においては、台車軽量化の一環として、台車枠、車輪、車,輪車軸、 ブレーキテコなどの主要部品を、電動台車と付随台車でほぼ別設計とした。5000系の台車を例にすると、電動台車の FS375 型では、車輪計 910mm、軸間距離 2200mm であったのに対し、付随台車の FS075 型では、車輪計 762mm、軸間距離 2100mm となっていた。 HE 社の付随台車では車軸にも中空車軸を採用していたが、車軸検査に超音波単焦が採用されると単焦が困難となったため、通常の車軸に交換されている。車体系車制御線路改良をせずにスピードアップを図ることを目的として、1961年から1971年にかけて3時にわたり車体系車制御の試験が行われた。 まず、1961年には、空気バネ式自然振り子車の試験が行われた。この時は、デ・ユニ1000系の車体更新によって、余剰となった旧車体を活用し、台車は 2400KHE 車用の台車を改良した FS30X 型を装備した。この時の試験車両で特徴的だったのは、空気バネによる車体支持位置が、 車両の重心に近い位置に設定されていたことで、当時技術交流のあったスペインのタルゴで採用されている指示方式を取り入れたものである。しかし、自然振り子方式は振り遅れがあり、問題が多いと判断された。その後の試験では、強制的に、車体傾斜を行う方式の試験が行われた。1962年にデニ1101を使用して行われた試験は、 油圧で、車体傾斜を作動させる仕組みで、KS30 リットル型台車を改造して、油圧作動塔を設置したものである。また、1970年には、空気バネ式での車体傾斜制御の試験が行われたが、この時にはクハ1658を使用し、台車は、空気バネ式車体傾斜台車として、FS080A 型を採用。これを、 三菱電機の自動進肢制御装置と組み合わせたものであった。強制車体系車方式については、その効果は確認できたものの、当時の技術では曲線侵入の検知が困難であったことから、採用は見送りとなっている。これらの実験の成果は、1963年に登場した3100系アンセ車のアンチローリング装置に生かされたほか、 2005年登場の VSE 車において初めて営業用車両に車体傾斜制御が採用された。VSE 車では高一空気バネ指示方式も採用されている。なお、1967年には廃車となった HB 車を利用してリンク式相ー台車の試験が行われているが、台車相ー制御は2005年登場の VSE 車において採用された。 冷房装置を打球における冷房装置の採用は、1962年に3000 KSE 社に床置き式の冷房装置を搭載したのが短所で、心臓時から導入したのは3100系暗セ社からで、ある。CU-12 を搭載したクハ、区波24781968年、京王帝都電鉄初代5000位が、関東で、 初めての通勤冷房車を導入しており、小田急でも通勤車両の冷房化を計画した。小田急ではすでに安瀬車において冷房搭載の実績はあるものの座席定員制の特急車両であったため、超満員となる通勤電車での冷房搭載の実績がなく、新車に対していきなり冷房搭載をする自信はなかったという。このことから、 まず試験的に冷房を搭載した車両を運行し、実用試験を行った結果を本格導入時に反映させることになった。改造車として選ばれたのは 2400KHE 車、区波2478であった。この選定理由としては、ラッシュ時に重点的に運用されていたこと、先頭車が制御車であり、 床下空間に余裕があったことが理由として挙げられている。他社においては、小型の冷房装置を7から8台搭載する方法と、大型の冷房装置を1台だけ搭載する方法があり、前者は、KO5000 系、後者は、国鉄車両で採用されていた方法である。車体強度の点からは、前者が有利であるが、機器数が多いため保守コストは増大する。 また、後者は保守コストで有利であるが、車体の補強などが大掛かりになる上、故障してしまった場合はその車両では冷房が使用不能になる。小田急ではこれらの前例を参考に1台8000キロカロリー H の冷房能力を持つ中型冷房装置を5台搭載する方法を選択した。この時に製造された冷房装置が CU-12 系である。 5大搭載時での冷房能力は4万キロカロリー H となり、15.5メートルの車体に対しては、余裕の大きいものとなった。なお、クハ2478は廃車までを打球の、中型車両唯一の冷房車として運用された。新生冷房車として、CU-12A を搭載した5000計算自車1970年までの、 三シーズンにわたる実用試験の結果は、量産型の冷房車に反映されることとなり、1971年製造の五千計三次車は、新生冷房車として導入されることになった。改良型のため形式は CU、CU-12A 型となり、冷房能力も1台あたり 8500kcalH ロロとなった。五千計三次車では、外気取り入れのために、 ベンチレーターを一列残していたが、9000系の心臓にあたっては、ベンチレーターを廃止し、冷房装置に外気取り入れ機能を追加することになり、CU-12B 型にマイナーチェンジされた。冷房能力の変化はない。外観上の CU-12A との相違点は、側面開口部が片側2箇所となったことで、大小2つの開口部のうち、小さい方が、 外気取り入れ口である。CU-12B は 9000K のほか 2600K、26 5000K の冷房改造時にも採用された。1976年に増備された 5000K4 次車からは、さらに低層に仕様となった CU-12C 型が採用された。冷房能力に変更はなく、CU-12B 型との外観上の差異はない。 翌年に製造された5200型でも CU-12C が採用され、CU-12 k 冷房装置は、1982年に5200 k の製造が終了するまで、当時の小田急の標準的な冷房装置となった。その後、8000型では、7000KLSE 車で使用されていた CU、CU-195 k の改良型である、 cu-195a 型が採用された。その後、cu-195 系冷房装置は2 0 0 0系3万系エグゼまで改良を加えながらも採用が続けられた。新3000型では、集中式冷房装置である cu-708 型が採用されている。開業当時の電車の図色は、すべてドウ色一色であった。戦後、 1910型で特急を運行する際に、前年に、近畿日本鉄道2200系が、特急の運行を再開した際に、レモニエローと青の、二色塗りとしたものにあやかって、濃黄色と紺色の二色塗りとなったのが、小田急での二色塗装の始まりである。その後、1700系、2300型でも、この塗装デザインを、特急色として踏襲した。また、 高性能車であることを内外に知らしめる目的で、2200系以降の高性能車は、通勤車両であるにもかかわらず特急色に塗られた。SE 車登場以後、この濃黄色と紺色の二色塗りは、HB 車以外のすべての通勤車両に適用され、事実上の通勤車両標準色となった。5000系の登場に際して、 通勤車両の塗色を明るいイメージに変更することになり、ケープアイボリーをベースにロイヤルブルーの太い帯を入れるデザインが採用された。車体がステンレス無塗装化されてからもロイヤルブルーの帯は2台目3000型まで継続された。2台目4000型では帯の色がインペリアルブルーに変更されている。特急車両では 3000K スイーシャでは 宮永武彦のデザインによるバーミリオンオレンジをベースに白とグレーの帯を入れたデザインが採用されアレンジを加えつつ3100系安静車7000系 LSE 車にも継承されたが1万系非セ車では白ベースに赤の濃淡の帯が入るという直線的なデザインに変更された2万系ス車では窓周りと裾部分にオーシャンブルーを配し 3万系エグゼ社では、ハーモニックパールブロンズというメタリック調の色がベースになったほか、5万系 VSE 社では、シルキーホワイトがベース、6万系エムズ社では、フェルメールブルーがベースとなっているが、いずれも、小田急ロマンスカーであることを示すアクセントカラーとして、赤系統の色が入れられている。通勤車両では、特別塗装車の運行にも、積極的で、 向こ丘遊園でのイベント開催時を中心に特別塗装車両を運行させていた。平成期以降は少なくなったものの3000型を中心に特別塗装車を運行させている。ほか2600系の引退時には旧標準色の復刻塗装を実施している。終電装置については全車両がシングルアーム式パンタグラフに統一されている。小田急で初めて シングルアーム式の終電装置を採用したのは3万系エグゼ車で、通勤車両では2001年度の5000系更新車で、終電装置がシングルアーム式に変更されたほか、他形式についても交換された。2012年まで使われていた1万系非世車2万ケース車は、下枠交差型パンタグラフのまま廃車となった。小田原急行鉄道の発足当初は、 旅客電車、荷物電車、電気機関車とともに1から、不番が行われた。旅客電車では、近距離用を1から、長距離用を100から、不番し、車体構造の違いで50番刻みで区分されていた。機関車は、構造の違いで100番刻みで区分し、貨車についてはもっぱら1000番台の番号を不番していた。 大東急時代になると改版が行われ、小田原線と江ノ島線の電車、機関車については1000番台が割り当てられ、荷物電車は1000から、電気機関車は1010 10から10番ごとに区分、旅客電車は1100から、製造年数の古い順に50番ごとに区分された。貨車には1000未満の番号が割り当てられるようになった。大東急から分離した後もしばらくはそのままであったが、 1952年に再度改版が行われ、旅客電車においては、電動車を0から、制御車と付随車を50から、不番することで、電動車かどうかを区別する方式となった。以後これが、オーダー級における、形式番号の不番法則となった。ただし、3000系水車、3100系安セ車、1万系非世車では、 連動車か田舎に関わらず編成の中で連番とした上で編成ごとに区切っている。当初は別形式にする際には100番単位で区分していたが1950年代後半の規ハ5000型や3 0 0 0系 s e 車では1000番単位での区分となり通勤車両も4000型からは1000番単位で区切るようになった。車両ごとの番号については2 4 0 0系。 HE 社までは、電動車と制御車、付随車ごとに連番であったが、2600系ね、車以降は編成中の位置により100番単位で区分する、ことによって、編成の中で、末尾番号が揃うようにした。なお、小田急では、号車番号は、小田原方を1号車としているが、車両番号は、新宿方の車両から順番に不番しており、逆順となっている。 これは1910系の運行開始時に設定したもので、新宿型を1号車とする意見もあったが、将来国鉄に乗り入れることを考慮した、うぶ義たの主張により決定したものである。本節では導入順に車両形式を記述する。電気機関車旅客電車旅客内燃動車荷物車貨物、電車貨車有害車無害車。 土フ 100K103 長物車発端車特殊化車課機には、井の頭線の F 福町車庫が空襲により壊滅した、際の車両のやり取りは、同じ東急の中でのやり取りとなるので含めていない。上田温泉電気から1930年11月1日から1931年4月まで、電気機関車、デロ301号を借り入れた。 南部鉄道から1936年に南部鉄道の電気機関車1004号を借り入れた記録がある。相模鉄道から1951年から1956年まで、下記の海水浴輸送で車両を総動員するため、不足する車両を補うために、相模鉄道から3 0 0 0系を2編成か3編成、借り入れて、近郊区間の各駅停車に使用した。 1950年には講述するように国鉄から借り入れを行っていたが、これが後で問題になったために、相模鉄道からの借り入れに変更されたものである。東京急行電鉄から1963年10月には、パイオニア3型台車の高速走行時のデータ取得のため、東京急行電鉄から借り入れた7000系へ。 デハ7019.7020を使用した試験を行った。国鉄から1800型をはじめ、戦時中、終戦後の混乱期においては輸送力の確保のため、多くの国鉄17メートル車、20メートル車が応援のために入線し、大きな役割を果たしただけでなく、後の20メートル車導入の基礎となっている。走行試験のために3000位車と7000、 KLSE 社を国鉄に貸し出した事例を除く。南部鉄道へ1937年から1938年にかけて南部鉄道の競馬輸送による車両不足を補うために小田急の車両が貸し出された記録が残っている。2019年度から代々木上原上戸間の複々線対策のため4000系以来12年ぶりとなる。 新型車両を導入することが発表された。形式は5000系である。より広く、より快適にをキーワードに、車内空間の広さ、明るさ、安心感、優しさを追求したデザインとなる。2020年度までに重量固定編成6本の導入が予定されている。最初の6編成のうち、第1.25.6編成は、川崎重工業が、 第3.4編成は総合車両製作所で製造されるが将来的には日本車両製造でも製造される予定である。ありがとうございます。